あなたが私の艦長ですか？まだ入り方がわからない。今回の任務は難しいね。 ME 社の周辺でだいぶ時間を無駄にしてしまいましたね。このままではネゲントロピー部隊に見つかってしまいそうですから、まずは一時撤退しましょう。ダメ、このまま帰ってたまるか。帰らないから。私一人になったってメイ先輩を助けに行くんだから。イアナちゃん、熱くなりすぎると何事もうまくいかないよ。そうです、落ち着いてください。え、あ、ブローニャちゃん、ブローニャちゃんなの？ ME 社の警備は非常に厳重ですが、ブローニャがご案内します。よかった、どうやって潜り込もうか頭を抱えてたの。待って、信じられないわ。以前この子が操られていたからメイがさらわれたのよ。しかもなぜこのタイミングで迎えに来たの？姫子少佐、ブローニャを信じてください。ブローニャはただメイ姉様を救いたいだけです。姫子、話し方からしてブローニャちゃんは操られてないみたい。それにブローニャちゃんは私たちよりメイ先輩を救いたがってるはずだよ。本当にしょうがないわね。どのみちみんな決死の覚悟はあるんだから、博打だと思って行こう。ではまずビルの C7 ゲートに急いでください。もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯。私の番ね。今回は何が手に入る。女の子にこんなことして、だから解けないのよ。でここは譲れないわ。女の子にこんなことして、だから持てないのよ。もうキリがないわけ。手段は選ばないわ。全力で行くわよ。やっ
心配して損しちゃった。なんだか嫌な予感がする。ブローニャのことが心配なの？確かに罠の可能性が高いわね。罠だとしても心配ご無用、あたくしがいるからね。罠だと判明したらすぐ壁を破って逃げ出せばいいのよ。今日のテレサ、ずいぶんエキサイトしてるね。自分で任務を遂行するのがかなり久しぶりだからじゃないかしら。そういえばテレサもバルキリーだったんだね。そうよ、現役時代の彼女はそそっかしいところもあったけれど、実力はとてもあったの。 S 級バルキリーになる話もあったんだけれど、その原因は。姫子少佐、おしゃべりはそれくらいにして。要は私がすごいってことをキアナが知ってくれればいいんだよ。ここは譲れないわ。
まあ勝利して当然だよね。何？不満なの？